いやーでも本当にちょっとねすごい多くのお客さんに来てもらって、うん、ねちょっと入るなとかいらっしゃったんですけども、はい、ちょっと次回の上に入りさせつつでも本当に熱量ね今日の熱量を改めて感じさせていただいたイベントかなと思ってます。竹式どう？はい、そうなんですよ。アプリの方とかでもね、古くからコードレジスタからもう歴代のアプリやっていますよとか、来ていただいた方も本当に多くいらっしゃったので、その点はとても嬉しかったです。上の P は？はい。今日も京都で？今日も京都でキリト君なんですけど、アストリコレクションの、はい、発売が直前に行われたということで、まあ、本当にもうすでにプレイしていただいた方からいろいろいただいたりとか、まあ、これからプレイしますっていう方もいらっしゃったりとか、まあ、あとはさっき買ってきましたって言ってパッケージ見せてくれる方だったりとか、本当にいろいろなファンの方の生の声を聞くことができて本当に良かったなと思っております。そうですね、うん、前回8月に行われた、これ会議でも僕らあんまりお外でお話しすることが、ちょっと運営の都合上できなかったので、まあ、こういう、そうですね、すごい大きいイベントではないんですけれども、まあ、ちゃんと皆さんとお話しできて非常に嬉しかったなと思ってます。なんで、なのね、その、根強い力だったり、まあ、原田先生はすげえなと思いつつ、僕らもゲーム側から、どんどん、好きな思いっていうのを、発散できたかなと思ってます。でも本当にね、一日ね、うん、もういらっしゃった方も、長いこと、長い時間、いただいて、楽しんでいただいてみたいなので、なんかこういうイベントがね、継続してできると、そうですね。いいなと思ってます。はい。はい、まだね、行ったことないところに行って、皆さんの熱量をこの体で受け止めたいと思っております。今から楽しみです。次のイベントの時はおそらくもっとラストリコレクションをプレイしましたっていうようなファンの人たちも増えているんじゃないかなと思っておりますので、またそういった方々の、ご意見だったりとかご感想っていうところを直に浴びられるところに行けるのはとても楽しみです。はい、次は北九州ということでですね、ちょっと今回のですねいろいろとまたいい方向に、改築してですね、皆さんにより楽しんでいただけるように、全員がね、ちゃんと楽しんでもらえるようなイベントを目指していきたいなと思っております。で、10周年はまだまだ、来年の7月までかな、4月まで1年間続いていく中で、いろんなことがまだまだ、仕込まれてたりするので、ぜひ、ソードアートの10周年ウォッチャーとしてですね、皆さん見ていただけると、非常に楽しい、一緒に盛り上げてもらえると嬉しいなと思っております。次は北九州でぜひ会いましょう。今日はありがとうございました。